ではエンジンルーム見ていきます、エンジンルームの方は、まあ、このフィラーキャップとラジエーターキャップがスプーンに、変わっているぐらいで、他は特にノーマルって感じですね。エアクリーナーのボックスもこんな感じでノーマルです。9万キロですけど、エンジンルームは結構綺麗な感じですね。まあ結構 F 実はね、ちょっとエンジンルームが狭いんで、なかなか奥までは見れないんですけども、ではちょっとエンジンかけてみます。はい、エンジンかけてみました。まあ、エンジンの使用性の方は全然問題なくスパッと、かかります。でアイドリングもついてますし、4年間の時もないですね。上がりなんかも、とてもスムーズなので、 K20L のエンジン9万キロぐらいではね、まだまだ全然値を上げるようなエンジンがありませんから、まあ、今後もメンテナンスしっかりと、オイル管理なんで、ね、して乗っていければまだまだ長く乗れるんじゃないかなと、思います。以上エンジンルームでした。